フランチェスコ・アイエツが、シチリアの番頭シチリアの番頭は、1282年に、シチリアで起こった、住民暴動と虐殺事件。シチリアの番称、シチリアの有名の祈りとも、当時シチリア王国は、放援したウフェン家を断絶させたフランス王族である、アンジュ家のシャルル・ダンジューが支配しており、イタリア系の住民の間には、不満が鬱積していた。また、この時期に、 シャルル・ダンジューは隕石関係から滅亡したかつてのラテン帝国の相続権を主張、ローマ教皇とも組んで東ローマ帝国の征服を計画しており、住民から強引な食料や家畜の調達などを行い、これが住民の反発をさらに強めたと言われる。1282年3月30日にアンジュ家の兵の一団がパレルモで、 シチリア住民の女性に暴行したことに起こった住民が暴徒化した。たちまちのうちに暴動はシチリア全土に拡大し4000人ものフランス系の住民が虐殺された。また東ローマ遠征用の官邸も多数が破壊されたと言われる。この反乱によりシャルルが準備していた遠征計画は大きく狂った。事件の発生した3月30日は復活祭の 翌日に当たる月曜であり、教会の前には大勢の市民が番頭を行うため集まっていた。彼らが暴動を開始した時、番頭を告げる鐘が鳴ったことから、シチリアの番頭と称されるようになった。シャルルと親しかったローマ教皇マルティノス四世は、十字軍の作戦を妨害した角で全島民を波紋にするという処置を取った。やがて、シャルル側も反撃に出て、 暴動の鎮圧も、時間の問題と思われたが、8月、突如、アラゴン王国のペドロ3世がシチリアに上陸。シャルルの軍勢を破り、シチリアの王位に即位した。このシチリア万党戦争以後、シチリア王国は、ペドロ3世のシチリアとシャルルのナポリ王国に、分裂していった。シャルルらと対立していた東ローマ皇帝ミカエル8世は、後に、 私は、シチリア人に自由をもたらす神の道具であると、記している。しかし、スティーブン・ランシマンは、東ローマの介入の有無にかかわらず、この事件は、パレルモ民衆が、シャルルの野望を打ち砕いたものであると評価した。この事件は、ダンテ・アリビエリや、ジュゼッペ・ベルディなど多くの文芸作品や、芸術作品の題材となった。この暴動を起こした住民が口にした合言葉、 モルテアラフランシアイタリアーネラの各単語の頭文字がマフィアの語源との説がまことしやかに語られるほどセンセーショナルな事件だった。ありがとうございます。